まりましたガメリパチャンネル。本日はかなちゃんがスケジュールの都合でお休みでございます。本日の企画は NG ワードババ抜き。自分の手持ち札前に自分以外の2人が言いそうなワードを書いてください。そのワードが出たらカードを1枚ずつ捨てて、で5枚一番最初に亡くなった人の勝ちという、はい、NG ワードババ抜きスタート。よろしくお願いします。さっきちょっと今日からガラなんで、はい、どうぞお願いします。なんかちょっとさっきトピックもらって、はい、クリスマス、クリスマスといえば、プレゼントじゃない、プレゼントか、うん、プレゼント、プレゼントかな、何かもらう、うん、そうだね、うん、赤い人に何かもらう、サンタさん、うん、ああサンタさん、サンタさん、なんか怪しいの嫌だよ。そう、自然にああだよ、見せてきたのかなって怖い、ね、サンタさんね、サンタさん来てほしいよね、来てほしい、うん、え、来なくなりましたよね、うん、もうちっちゃい時ね、来なくなっちゃった、なんだなんだ、まあ、やっぱね、成長したから、うん、あ、そっか、まあ、でも、うん、12月、うん、クリスマスにこじつけて、うん、カメリパでどっか行きたいなって。おお、どこ？北海道。あいや、海の幸ね。はい。嘘でしょ？寒いって言った。寒い出ました。強引だなと思ったんだよな。そうですかね。寒い。寒い。嫌だ？嫌じゃない。嫌じゃん。まあまあ、でもなんかりんちゃん北海沖縄のイメージ多いから、うん、寒いところに連れて行きたい、身が締まりそうだね、ん、身が締まるキュッてね、あ、確かにね、うん、なりそう、なんか美味しいものもいっぱいあるもんね、ある、そう、食べ物が美味しい、え何その間、ご飯は、ご飯か、あーもう食べ物って言ったからね、ニュアンス的には合ってんじゃない、うん、うん、まあまあまあ、じゃあご飯で言うと北海道の牡蠣食べたい、牡蠣、うん、あれの、ま、その反応かな、そうじゃない、なんでリンモなんか急にこのゲーム始まった、難しい、本当ですか、うん、牡蠣、え、カオルンは何がいいの、北海道ジンギスカン、うん、うん、ジンギスカン、ジンギスカンどう、臭い、おいおい北海道民の人が泣くぞ、でも好きよ、はい、好きもらいました、 ありがとうございます、うわ好きって言わなきゃよかった、やってくれてんですか、何やってくれてんですか、でもまあいいですよね、北海道って言ったらあとは牛、あ、牛、私じゃない人から出てるよ、出ないと思ったのに、私じゃない人から出てるよ、牛ね、もう出たかもいいけど、顔、こんな、そう、あれじゃん、なんだっけ、あれよ、腰って言ってたじゃん、あれ、あのちゃんがめっちゃ、あのテカテカの、テカテカのなんだっけ、ミルク、うん、違う違う、テカテカの、アウター、あ、みんなで話した、アウター、それ、それもさ、一緒に来てっちゃえばよくない、どういうこと、え、その、北海道行くの、え、もう服、うん、服の話、あ、まだ買ってなくて、うん、買わなきゃ、買ったら行きたい、買おう、うん、この前探しに行こうとしたんだけど、おお、なんかテッカテカの銀色の洋服欲しくてそれ着て行きたいわ、12月北海道決定でいいですか、いいよ、うんこも食べたい、うん、うん、うん、食べたい、ばあちゃんおしゃれ番長ですか、そうだね、いやいやいや、そういうの興味あるんですか、ちょ、どういうのですか洋服、服とか洋服大好きですね、どういう系統がいい、系統はズボンが多い、うん、あ、そうね、パンツスタイル、確かに、パンツスタイル多くて、うん、ダーク寄りな色が好き、うん、え、顔
白か黒しか着ない。うん、そのイメージしかない。確かに牛だから。安全圏だから言うか。牛だからな。休みの日は何してるの？急だね。いつの？いつもいつも。いつもの？なんだろう。ゲームしてる。ゲームしてる。うん。私睡眠が多いかな。あと5分です。残り5分。やばいやばい。寝る。避けたのに。避けたのに。睡眠も寝るになるのか。いやまあいいでしょう。寝ると睡眠は。よし。うん、12月寒い、どんな季節が好きですか？うん、心地よい季節春とか、うん、秋とか、うん、夏とか。じゃあ全部冬ダメじゃん。そうだね。いいよ、ウィンター。ウィンター？ウィンターって言ってもどうせ冬だから出されてる確かに、うん、冬もいいよ、うん、冬か。うん、私秋が好きですね。秋、はい、秋がいいです。ちなみに最近みんなどう？何を聞きたいんだろうね。最近、わあ、待って、字違くね？違う。再編って書いてある。再編って書いてある。最近の金の字ではない。最近の金の字でも最近って意味でね。最近、最近ね。知らなかったの。わかやな。びっくり。やばい、あと1分。ギナ。ギナ。シュー。あー、むずい。無理。じゃあもう一回やらせてください。私は苦手。あー、そしたらみんな嫌いって言うから。あーあーあー、そっちか。あと待って。あー、はいはい。アリ、これりっちゃんがえアリって言うから言う、言う、言う、やったんだけど、なんか言ってない気がした。そうだね、多分こう言ってない。言ってないね。めっちゃわかる。あ、同感系。あ、わかるとか、わかります。ダウン。うわ、危ない。あ、もうこれはバレたわと思って。そう、私が言った、ね、え、待って、これ一緒、うん、待って、本当だ。待ってください、サンタさん来てほしい。これもいいわ。すごい挑戦したね。来てほしいまで書いてる。サンタさんでやったらなんかずるいかなって思ったら意外とみんな倒すのかな。そっちでいいんだと思って挑戦しすぎました。やっていこうか。はい、よーい、スタート。お願いします。お願いします。バチバチだわ。じゃあ最近のことについて話しましょう。うん、そうね、そうだ。この12月何があったか。そうだね、最近みんなでさ、久々にご飯行ったよね。あ、そう。あ、4人でね。4人で行った、うん、おでんとか食べる。おでんは食べてんね。ないですね。生ハムとかね、うん、食べた、うん、そう、あそこもう一回行きたいね。行きたい、ね、カオルが来ること珍しいから、うん、久々だねって話して、うん、12月でも2回3回くらい4人で行けた気がする。行けた。カオルいつも帰っちゃうからごめんね。帰るし、舞台があって。あ、そうそうそう、舞台もあって一時期全く来れなくなっちゃう。すぐ帰っちゃったりしたんだけど、カオルも帰らせない。お、帰るよ。でも帰るよ。でも帰るよ。リンも一緒に帰る。リンも帰るけど、うん、ね。あと鍋食べたい。あ、食べたい。ありがとうございます。あ、食べたい、ね、食べたいね。わかる、冬だから。ね、わかる。私昨日鍋食べた。え、なんだろう、いいの、なんで家で。え、なんで、なんで。野菜が食べたかったから。息をするじゃん。怖い。野菜が食べたかった。野菜、あ、そうか、ヘルシーや。うん、確かに、うん。寒い、あの、なんかこたつがある居酒屋さんがあって。え、知ってる。鍋つけるって。どこ？赤坂。へぇ、じゃない。 そこまでは分かんないですけど、あるって聞いて。行こうよ。めっちゃ行きたいんですよ。行こうよ。ぬくぬくとしたい。分かる。ぬくぬくしよう。ぬくぬくしよう。こたつでね。うん、温泉も行きたい。はい、うん、いいな。いい。あと、かなちゃんの生誕祭。うん、あったね。よかった。よかった。よかったよね。盛り上がった。すごい。ビスカッシュさん来てくれたから、うん、いつもと違うカメルパ見せられたし、うんうん、キラキラしてた、ね。華やかだった。私たちもああいう可愛い曲やりますか。ねえ。やろ。ねえ、なんかカバーでもやってみたいですよね。やりたい。なんだっけ、あれ、うん。好きが止まらない。
あれもこれがやりたい。楽しかった。楽しそう。こっちまで楽しんじゃう。ね。でカオルはさ、急だね、うん。お酒嫌いなん？うん。なんで付き合ってくれんの？じゃあ弱いの。うん、弱いの私。言うてりんより強いもん。ちょっと、いやいや。違う、弱いの。うん。違う。ああ言ったわ。違う。違うね。うん。違う。弱いの私は。りんの方が弱いもん。まあ、うん。どっちもどっち。でも、あのちゃん、あのちゃんが強すぎるじゃん。あのちゃん帰らせてくれない？あのちゃんいただきました。ありがとうございます。え、リーチじゃん。そう、リーチ！やばい！懸念してきた。怖い。懸念してきた。頑張って。やばい。なんか、リーチは最近洋服の系統変えました。あ、ね、うん。うん、最近ね、かっこよくなってる、うん。イケメンになろうと思って。オール。イケメンに？ナイキ好きですよね。ナイキ好き。ね、ナイキ好き。ナイキの靴はいっぱいある。リーチたち行くと本当に玄関から靴が溢れる。あの思ったの、一回行って思ったの。あ、そうだ。めっちゃ靴多くね、うん、と思って。そう。ね、30-40ある。羨ましい。羨ましい。入りきらへん。入りきらへん。なんかリンちゃんからこのワード言いそうだなっていうワードなんかあ話の。うん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 。この内容話そうってあります？なんかあれしたいことないの？引き出したいものないの？めっちゃ引き出そうとしてんのよ。あ、めっちゃ引き出そうとしてる。お酒の席の話をしてる。あ、そう。じゃあもう一回お酒の席の話を。だからなんで、うんうん、カオルンは、うん、帰るの？帰りたいから。ねえ。あ、やっと出たね。やっと出たね。よかったよかった。なんかちょっと私も言ってよかったみたいな思っちゃうよ。帰りたいから、そう。帰りたい。帰りたいでもさ。どうもさ、人それぞれですからね。まあまあね。うん、そうなの。しかも終電が早いからさ、私。早いね。なんで？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 なんで終電早いの？なんで終電が早いの？別にね、そんなもん、ね。そう、まあ距離感的な問題ですかね。じゃあ、二、うん、人がもう本当に食べれないって食べ物は？わさび。本当に食べれないの？ブリ。どれぐらい？どれぐらいブリ？こんくらい。こんくらい。こんくらい。結構無理、うん。うん。ものすごく無理。ガチで無理。じゃあ、違う話しよう。おいしさだけなのか。違うんだな。うん。違うんだな。ね、別に嫌いなものがあったってね。うんうん。確かに。と、何の話するじゃあ。ああ、何がいいかな。スノボーに行きたい。2回しかしたことない。あ、私も少ないかも。2-3回しかした。だって急にリンさ、スキー挟まずに、うん、ソリから急にスノボータイプだから、うん、ソリ歴十何年で急にスノボ行っちゃったの。行きました。そう、行けた。行けたんだ、うん、すごい。最初はこけたけどね。親切に突っ込んでいくタイプでしょ。意外と滑れるみたいな。行きたい。行こう。私欲しいものがあるんですよ。うんうん、銀色のダウン。あ、うん。テカテカの。テカテカの。悩み中で。え、なんで？なんかどうしようか、なんかあ、いたんですよね、道端に。あ、そういたの。派手すぎるかなって。銀色のテカテカのダウン着てる人がいて。いて、あれが欲しいんですって言ったら、え、どれでみたいな。カオル、え、もしかしてあれ？それです。え、あれ着たいの？悩んでて。めっちゃね。どうなんだろう。え、めっちゃあれ着たいの？え、本当にあれ着たいの？いいと思うよ。うん、なんかね。仕事の時着ればいいじゃん。プライベートだからさ。あ、逆にね。そう、目立つから。目立ちすぎるから。あ、目立ちすぎちゃうから、ちゃんとあのビジネス用として。ファンの人驚いちゃう気がするな。ファンの人を驚かせに行こう。もう。若干気づかれ始めてる。うんうんうん。いや、意外と気づかれてない。あ、そう。この間ブラックコーデで、うん、あの写真あげたんですよ、うんうん。めっちゃブラックだ、みたいな。うん、黒着てるアノンちゃんなんて。だからやっぱ出すの良くないなって。何？そうなんだ。そうだね。いただきました。あたり。リンは絶対。絶対と、なんで？なんでは自分や。なんでは自分が言ってた。なんでなんで。敬礼してきた。そう、敬礼してきたって言ったらなんでって聞いてくれるかなと思ったら。敬礼してきた。
ったことに対してなんでって聞かれたかったんだ。ごめんごめん。